高知市のおもちゃのキャッツアイは、子どもたちに日本の伝統文化に興味を持ってもらおうと、2015年から毎年、江南市と香美市の保育園に鯉のぼりを送っています。今日は江南市の安子ども園に、園の名前が記された特製の吹き流しと、黒、赤、青色の3匹の鯉のぼりを送りました。青空が広がる園庭に一斉に駆け出した園児たち。興奮した様子でゆっくりと上がる鯉のぼりを応援していました。鯉のぼりは大きいもので4メートルほど。心地よい春風に乗って泳ぐ姿を園児たちは嬉しそうに見上げていました。楽しかったよ。かっこいい。鯉のぼりが大好き。最近大きな鯉のぼりが上がっているところが少ないでしょう。もうこの笑顔のためにこうなんかプレゼントしてるというふうな形ですよ。高知県で大きく育ってほしいと思います。安子ども園の鯉のぼりは来月いっぱい掲揚するということです。